おはようございます。マルコメおみやです。寒くなってきましたね。旦那は仕事の都合で早く家を出ていきました。私はのんきに7時起きです。寒くなってくるとぬくもりが残ってる布団に再入場したらさぞ気持ちいいだろうなぁとイランマが刺してちょっと試しに毛布に再入場してしまうことがあります。このぬくもり毛布への再入場は二度寝への片道切符。起きて帰還できる確率は 50-50 のハイリスクな挑戦です。理性でなんとか二度寝の狭間から蘇るも、今二度寝できたらどんなに気持ちいいかを想像して謎の二度寝シミュレーション。気が済んだので起きます。息子はまだぐっすり眠っているので、もう少しそっとしておくとして、その隙に朝の準備をしていきます。なんだか今日の格好は某ブランド香水の広告に起用されそうなファッションですね。これで私もカリスマ YouTuber の仲間入り。顔を洗うときに頭にタオル巻くのが一番手っ取り早い。最近いよいよ洗顔を泡立てることすら億劫になり、泡立て不要のタイプばかりを買うようになりました。最初はおとなしく洗面所にとどまって顔を洗うけど、しばらくすると飽きてきて行くあてもなく廊下をうろうろさまよいがち。歯ブラシをしている時もそうですが、ちょっとした徘徊癖があるようなので老後は気をつけたいと思います。洗顔を終えたら一刻も早く砂漠溶かした顔に化粧水をたっぷり塗りたくらなければならないのに、絶妙なタイミングで息子起床。化粧水をつけようか息子の元に行こうか一瞬の判断に迷います。ちょっと化粧水つけてきてもいい？おぞましいスピードでパリパリになっていく顔面。もう一刻の猶予もない。化粧水つけないとさ、顔が乾燥だからちょっとつけてくれよ。やだ息子のご機嫌はすぐ回復できるけど、肌のご機嫌は一度損ねたら何日も引きずりますんでね。はよ。お父さんどうしてんの？今日早く仕事行く。おとんは5時半くらいに起きて出かけていきました。最近こんな感じで朝早く出て行ってしまうので息子もちょっと寂しそうです。そんな息子の寂しさもベッドの上でおしゃべりしているうちにだいぶ紛れてきたようです。息子は毎朝この本を読むのがルーティンです。この本は2歳のお誕生日にもらった鉄道図鑑で、毎日時間さえあればこれを読んでいます。この愛読書のおかげでいつの間にか私より駅名や乗り換えに詳しくなりました。コンタクトをつけるのを忘れていました。2ウィークのコンタクトだというのに1週間も経たずして潤いを失っていきます。顔は乾燥するし、目はドライアイだし、いくら水分を補ってもすぐ乾く。私は軽装度なのかもしれません。コンタクトを入れて視界良好になりましたので朝食の用意をします。こちらのバナナをそろそろ食べてしまわねばならので、今日はバナナトーストとしゃれ込みます。本当はバナナジュースを作る予定で買ったんですが、めんどくさくていっぱいも作ってね。我が家では積極的にバナナを食べるのは息子くらいなので、一房買ってしまうと最後の方はこんな感じで焦って消費しがちです。私が台所に立つといつもここにやってくる息子。台所は寒いからリビングで待っててねといつもおかんに言われているからか、台所の敷居をまたがないギリギリの場所で待機する姿がなんともいじらしいです。ちょっとジャッジメントタイム。バナナトーストにどれ合わせたいか選んで。チョコクリーム、ピナッツクリーム、ハチミツ、メープルシロップ、チョコ。じゃあチョコバナナトーストですね。パンに塗るクリームの伸びの悪さに季節を感じます。耳がゲシュタルト崩壊する。どうした？ピアノ弾いてもいい？あ、いいよ。ちょっと音小さめにしよっか。息子は朝から優雅にピアノをたしなむそうです。朝食のおかずは昨日の残り物を添えるだけ。そんな音出るんだ。一曲弾いたらご飯にするとします。
このオルガンの音色が駅メロっぽくてお気に入りなんだそうです。ちなみにこの鍵盤シールはおとんがつけていました。気づけば出発まであと45分。ちょっとのんきに過ごしすぎましたね。おかんの焦りなどつゆ知らず、今日も特大の張り切りをかましてくれました。 OK、 壊れちゃった。注いでこぼしてしょんぼりするまでがワンセットです。でもご機嫌で何よりです。我が家の朝食によく登場する皿。皿は小さければ小さいほどいい。洗う面積が少ないから。わずかな洗う面積をケチるために今日も豆皿を使う。うん、今日の夕飯何がいい？ステーキ。何味？オレンジ。あ、ナポリタン。ごちそうさまする？あ、食べる？食べる意欲はあるのに動かぬ手。食べてる途中で手の電池だけ切れるの何なんでしょう。そんなに元気よく動くんだったら、その手でパンを掴んで口に運んでみてはいかがでしょうか。時間のない朝は思わず食べさせてしまうこともしばしば。どうした？お腹見て。膨らんだ自分のお腹を見て満足げです。最後の最後にエンジンがかかって急に食べ始めました。ごちそうさま。今日は出かける用事があるので軽くメイクをしておきます。たまにこうやって身だしなみを整えて出かける時がありますが、どこに行くと思います？おしゃれなカフェでママ友との語らい、街へショッピングにお出かけ、はたまたエステやネイル、ヘアサロンに習い事。どれも素敵な用事ですが、どれも私に縁がありません。私は整体に行ってきます。平凡な日常に時々入るイベント、それが整体。眉毛描いて顔周りの髪だけアイロンで伸ばして、後の毛はお団子で結んでしまえばいいのです。自由奔放に跳ねる毛先もお団子の渦の中に葬ればいい。適当にそこら辺にあったトレーナーを着たけど、整体行くのに服の生地が厚いと指圧の効果が半減されてしまうのではないかと、自分の中のケチな部分が顔を出し、薄手の服に変更しておきました。そしてこちらが本日の整体コーデです。さあ急げ。洗う時間はないけど一応食器は下げておきます。急いでる時に限ってトイレ眺め。毎朝恒例検温タイムです。幼稚園に持っていくお茶を用意します。息子の毎朝の日課として数字を数えるというよくわからんルーティンが組み込まれています。誰に言われたわけでもなく勝手に自分の日課にしており、どんなに急いでいる朝でも決してこの数字のカウントは怠りません。やめてくれや。いかえりよ。132 143 141 144。着替えをして歯磨きをしたら出発です。突如謎の設定で始まる会話。言わないです。幼稚園にこの子は天童マンなんですって説明しとくね。違う。バレたらね、この子は違いますって言ったら隠し通すの、天童マンであることを。お着替えが忘れてる。お着替え持ってる持ってる、大丈夫です。じゃ行きましょう。ハンカチ持ってる？あ、持ってる。着替えある？着替えある。バタバタしてしまいましたが、なんだかんだ出発は間に合いました。じゃあ行ってきます。息子を送ってきました。朝の世話しなさから解放され、ちょっとホッとする瞬間です。とはいえ今日はあと15分もしたら整体へ行く時間になるので、15分何かして時間潰したいと思います。そういえば今朝使ったタオルがなんかすごい匂いだったのを思い出しました。例えるなら雨上がりのワンちゃんの香り。匂うたびにオキシにつけて消臭しているのに、何度か使うとまた蘇ってくる濡れたワンちゃん。今日こそ匂いの輪廻を断ち切りたい。多めのオキシをお湯で溶かし、雨上がりのワンちゃんにさよならします。せっかくなのでタオル類は全部ぶっ込んでおきます。タオルを棒で沈めるのに夢中で、台所まで手が回らぬまま整体に行く時間を迎えてしまいました。ということでちょっくら行ってきます。出かける直前になって手持ちの現金を確認し始める悪い癖。
今日はギリ足りそうです。そろそろ全店舗クレジットカード決済導入してほしいと切実に思います。そういえば玄関の花の水替えを忘れていました。我が家に花があるなんて珍しいことですが、花に癒されるという大人なたしなみを経験したくて買ってみたのです。しかし私はしっかり500円分癒されて元を取ろうとする個数品性の持ち主、いつまでたっても花をめでるという優雅な領域に達し得ぬことは言うまでもない。出かけようとしたら雨が降ってきました。もう雨に降られるのは慣れてるんで大丈夫です。かかとの収まりが悪くて玄関でタップダンス繰り広げるのもいつもの日常です。しっかり地団駄踏んだところでいざ整体へ行ってきます。ただいま。ついでに夕飯の買い出しもしてきました。出発前に花の栄気を吸い取りすぎたかもしれません。一輪落ちてました。整体の施術中に靴下のかかとがビロンビロン脱げて、その度に直してもらって、恥ずかしいったらありゃしませんでした。気を取り直してスーパーで買ってきたものを紹介します。これは今日のお昼、九州うまかもん店がやっていたのでうまかもん買ってきました。私には所作が雑になる呪いでもかけられてるんでしょうか。このお菓子は後でいただきます。夕飯はナポリタンをリクエストされたので材料を買ってきました。息子に聞けば何かしらリクエストをしてくれるので、献立考える手間が省けて楽ちんです。今日はいつもより遅めの洗濯です。オキシ漬けの具合はどんなもんでしょう。なんだか汁が青いですね。オキシの量が多すぎたのでしょうか。まあいいや。畳みかけるように朝置き去りにしていった皿たちを洗います。洗うといっても食洗機に放り込んで丸投げです。少し座りたくなってきましたが、一度ソファに腰を下ろそうもんなら二度と立ち上がれなくなるので、やらなければいけないことは流れるようにこなしていくのがベストな気がします。勢いに任せて掃除機もかけていきましょう。家事は相変わらず苦手ですが、イヤホンで音楽や YouTube を聞き流しながらやるようになってからは、昔よりちょっと楽しく家事できるようになった気がします。ワイヤレスイヤホンの時代に感謝ですね。明るい気持ちで家事をすれば、床に転がった息子のどんぐりも穏やかな表情で拾い上げ、バゴンと外に投げ捨てることができますし、いつのかわからん飲みかけのペットボトルが転がっていてもニコニコでボッコボコにしてゴミ箱にスパーンですわ。冗談です。そんなに怒りません。スーパーでラーメンを買ってきたので今日はご機嫌です。なんか今日は無性にラーメンの気分でした。温めている間に大嫌いな排水口を掃除してしまいましょう。毎回同じことを言って申し訳ないんですが、ここ本当に愚弄なんです。食事前にやるんじゃなかった。間違いなく食欲減退するので、うちの排水口はダイエットにおすすめです。ラーメンは思ったより少なくて5すすりくらいで完食しました。食べ終わるのを待っててくれたかのようなタイミングでちょうど洗濯が完了しました。お気遣いはありがたいのですが、欲を言えば食後の小休憩が欲しかったです。せっかく水回りを訪問したのでお風呂洗いも済ませておきます。いつもお風呂は後回しになりがちなので、今日は勢いに任せてやってしまいます。一度かかったエンジンは維持でも枯らさない。一休みしたくなったとしても動きを止めたらそこで終わりです。回遊魚になったつもりで動き続けます。マグロナウ。一瞬の晴れ間を狙って外に干してきます。どうせまたすぐ雨降り始めるんだろうけど。一通りの家事が終わりましたので、さっきスーパーで買ってきたコーラで一息つきます。最近食べ物や飲み物にレモンを添えるのがマイブームです。これでお手軽カフェ気分。失敗して見た目が悪くなってしまった料理も黙って横にレモン添えておけば手のひらを返したようにおしゃれになります。たくさんストックができたのでまた冷凍庫に戻します。息子のお迎えの時間まであと1時間程度ですが、動画編集をします。不思議なもんで趣味の時間というものは一瞬で過ぎ去ります。対して家事をしている時間は2倍に感じます。時空が歪んでいるのでしょうか。添えていたレモンをつついて最後はさっぱりレモンコーラを楽しんだら、あっという間に息子のお迎えの時間です。お
迎えに行こうとしたらまたパラパラ雨が降り出しました。洗濯物は結局乾かなかったので部屋干しの刑です。少しでも部屋干し臭に抗いたくてお迎えの時間が迫る中タオル類をドライヤーで乾かしています。とにかく無心でモラクセラ菌と戦います。結局あんまり乾きませんでした。サンタさんへ、今年の冬はアイリスオーヤマの衣類乾燥機が欲しいです。よろしくご検討願います。では息子のお迎えに行ってきます。この後の午後の様子はまた次回の動画で。それでは最後までご視聴ありがとうございました。